蔵造りに戻ってきました。あ、なんか急にお腹が減った。漬物じゃお腹が満たされないしな。ここは休みか。行ってみようと思ってたのにな。醤油はダメだな。よし、駅に行こう。駅に着いたぞ。さあ、お腹が空いた。どこだ、どこから匂うのか。あっちか。お宝が発掘できそうな雰囲気。さあ、何を食べようか。よし、この上からなら見えるぞ。あっちかな。あっちも怪しいな。よし、階段を降りてみよう。いい街並みだな。あ、見つけた。3階にあるのか。よし、登ってみるぞ。いい匂いがするな。ここか。沖縄料理。この中はもう沖縄なんじゃないの。沖縄に入りました。ほう、まずはタコライス系か。次は唐揚げ、その次は定食ときたか。なるほど、タコライスもそそるが、ここは定食勝負だろう。今日はかなり歩いたから肉を入れよう。肉で飯したい。香味ガーリックにしよう。教科書に載りそうな正しい沖縄飯、いただきます。濃いめの味付けが俺の食欲をたぎらせる。ニンニク加減もほどほどでいい。香味ガーリック、丼飯最強のパートナーだ。この噛み応え、打てば響く肉、しっかり噛めばしっかり応えてくれる。唐揚げを食うと猛烈に力がみなぎってくる。飯が進むってこういうことを言うんだよな。はあ、沖縄そばも丼、この丼感情は嬉しい。ほう、もずく、こんなところで働いてたのか。ああ、いい。もずく合ってる。いい職場見つけたな。いいよな。世界がどんなに変わっても、この食堂時間だけは永遠に失いたくない。ああ、いい。沖縄そばいい。俺、沖縄そば大好きなんだよな。よーし、濃い味なのに食べ飽きない不思議なニンニク味。
こんな場所にこんなビッグな食堂飯が身を潜めていたなんて気づかなかったな。ごちそうさまでした。とても美味しく満足ができました。ありがとうございました。次はね、タコライス食べてみたいな。あ、またお腹が空いてきた。食いしん坊だな。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらシナキン TV チャンネル登録もよろしくお願いいたします。また見てね。シナキンだ。